ここ最近、私の生活が急激に賑やかになった。理由は単純明快。4人家族になったからだ。姉さん、本でも読もうか。うん、シャルシャが読んでくれる本、面白くて好き。うん、それじゃあ、ローレッタのエルフ民族攻防史第3巻の第5章第2節。フラント州のクラー町における商業政策の失敗。専門書すぎる。クラー町の初代であるクラン家の紙幣はやがて強大化し、フラント州のエルフにおける軍閥のような地位を得た。そしてついに。エルフか、会ったことないな。お？バーン！キュッ！バーン！エルフさんだ。どういったご用件でしょうか？私狙われてて、高原の魔女さんに、助けてほしいんです。エルフが狙われる相場といえば、この辺にオークはいませんが。オークじゃないです。上級魔族のベルゼブブから助けてほしいんです。今ですです。ちょっと、お願いしますよ。高原の魔女さんぐらいしか助けてくれそうな人が思いつかなかったんです。そんな怖いモンスターと戦いたくないです。そんな、すごい腕っぷしって聞きましたよ。絶対嫌。お願いです、最強の暴走ワンダフルストロング魔女さん。勝手にレスラーみたいな二つ名つけるな。私、フラント州というところにある小さなエルフの国から来ました。跳躍士のハルカラと申します。跳躍士？薬を作る仕事。私と似た職業だね。魔女も薬を作りますね。私は植物専門ですけど。ご職業は分かりましたけど、跳躍士がなんでベルゼブブに追われてるの？実は私、跳躍士の中で結構稼いでいる方でして、需要競争に効くキノコや植物の成分を集めて栄養酒というお酒を作っていたんです。栄養酒？疲れた時はこれ一本。頭すっきり、体バッチリ、ハルカラプレスの栄養酒。暗い仕事を乗り切ろう。わー、ハッスルチャージ。まんま栄養ドリンクじゃん。私も徹夜の時にお世話になってたけど。この栄養酒、各地で大評判になり爆発的にヒットしました。集落に工場まで作っても生産が追いつかないくらいガッポガポにウッハウハで。それは分かった。で、どうしてベルゼブブが？その方が入手して飲んだらしいんです。でも魔族にとっては毒だったみたいで、服用した後倒れて高熱を出し、危うく地獄に行きかけたと。魔族なのに地獄行きとは。まあ、つまりそれでベルゼブブに恨みを買ったということね。そうです。こんな毒薬を作った奴は絶対に殺してやる。と息巻いてるみたいで、私は集落を追われてしまいました。もう居場所がないんです。お願いです、助けてください。ママ、エルフのお姉さんかわいそう。帰るところがないのを見るのは忍びない。はあ、わかりました。あなたを助け、ありがとうございます。終わりに早っ。でもベルゼブブとやり合う気はないです。かくまうだけ。外出するときはこのローブを着て。あなたは高原の魔女アズサの弟子二人目という設定ね。ありがとうございます、お師匠様。すいません、サイズがちょっと窮屈で。こりゃダメかな。春から発育がいいって言われたことない？年に750回くらいは。1日2回のペース。悪しき心を持つ者よ、この網にかかりて自由を奪われるがよい。この網は意志を持つごとくお前に降りかかるだろう。はぁ、あ、よし、悪くない出来だね。これでベルゼブブが入ってくることはできなくなったよ。ありがとうございます。はぁ、いただきます。どうかしました？仕事が忙しい時は外食続き、追われる身になってからは森の木の実を拾って飢えをしのいだ日々もありました。こうい
やって温かい食卓を囲めるのはすごく久しぶりで。ハルカラさん元気出して。ハルカラさん、シャルシャの好きなキイチゴのジャム分けてあげる。さあ、ありがとうございます。悪いね、薬草採取付き合ってもらっちゃって。この辺りは薬草の種類も違うでしょ。そうですね。あ、ありました、暁大王竹。こっちは大丸竹、それにネズミ転がり竹です。キノコばっかり。私、得意分野はキノコなんです。気をつけてください、直接食べると危ない毒キノコも混じってますからね。でも例えばこのキノコは10分ほど煮沸すると毒の成分が分解されて消えるんですよ。そしたら食卓でも使えます。へー。ちなみに毒はほんわか気持ちいいらしいので、通は少し残して調理するそうです。そのキノコギリギリだ。想像以上に得るものがあった薬草採取だったよ。ありがとう。いえいえ、楽しんでいただけたようで何よりです。お、小さいのが焼けてきましたよ。これエルビンというソースです。何種類かの豆を発酵させて作ってます。この香り醤油っぽい。お、うん、うん、これはうまい。やっぱり醤油だ。どんどん食べてくださいね。こんなに食べられるキノコが多かったとは盲点だったよ。だてにエルフは森の中で暮らしてやいませんよ。森の恵みを最大限活用できる方法を村の人たちなんかにも教えていきたいな。ナイスアイデアです。ふっふっふ、娘やライカにも体験させないと。いくらでもご案内できますよ。ちょっと、あるから笑いすぎ。本当ですね、でも止まらないんですよね。おや、あれからもしかして毒キノコ食べてない？何をおっしゃいます、私はキノコ博士ですよ。シマナミタケは毒はないです。ダイダイホソリタケも毒はないです。三角クリタケは毒があります。いや、有毒なの混じってたぞ。本当だ、薬用ゾーンのやつを入れていました。仕分け雑すぎ。私がまだ食べてないやつだな。不幸中の幸いか。私は一ついただいてましたね。どういう症状が出るの？心身が高揚して笑いが止まらなくなり、さらに再飲作用もあります。ん？再飲？一時的に乱れな気持ちになってしまうということです。あれ？なぜ下がるんですか？あなたに毒が回っている恐れがあるからだよ。お師匠様、私といいことしませんか？むしろしてください。断る。大丈夫ですよ、絶対に気持ちよくなりますから。そこ基準にしてない。お願い。薬草採取で何があったんですか？ちょっとね、魔法で解毒できたからいいけど。私が粗相を。すいません、何も聞かないでください。お詫びのキノコ料理です。おいしい。とてもいい味付け。ほおいしいよ。でしょ、しまなみたけは包み焼きにするとふっくらして最高なんです。で、切り替え早っ。ハルカラさんのおかげで料理のレパートリー増えますね。ありがとうございます。お師匠様、スライム倒すの本当に早いですね。300年やってるからね。じゃ、ハルカラもやってみて。へい、ポイチ。倒せました。おお、これはありがたや、ありがたや。ねえ、こんなに見られるものなの？ああ、宿命みたいなものなので、お師匠様も小さくても自信を持ってください。
別に小さくないし。でも女性陣からの視線も増えているのは気になる。ああ、それは今朝冒険者の方が張っていかれたんですよ。手配書？その懸賞金ずいぶん太っ腹ですよね。やっぱりあるところにはあるっていうか、ないところにはないっていうか。プラント州で栄養酒という商品を作った跳躍士の女ハルカラを探しています。現在フラント州から失踪中。身体的特徴、胸がとても大きい。捕まえられた方には懸賞金1500万ゴールドをお送りします。魔族ベルゼブブ。もう手が回っているんですね。人相書きまで出回ってないのがせめてもの救いだけど、ここに来るのも時間の問題だね。ライカ、どこか離れた村に娘二人を疎開させられる？もちろんです。母さん、シャルシャも戦いたい。ありがとう。気持ちだけで嬉しいよ。でもシャルシャ、ママが困ってるでしょ。シャルシャの言ってることは親孝行みたいだけど、ちっとも親孝行じゃないよ。うん、姉さん、わかった。えらい、シャルシャ。ありがとね、二人とも。では、全は急げです。すぐに我はドラゴンに戻って、お二人をお連れします。うん。今朝張った結界で防げればいいけどね。このまま、何も起きませんように。ばあ！やっぱり栄養酒があれば夜でも戦える気がしますね。こんな時によく飲めるね。自分でも飲みたいと思うものを作るというのが私の薬作りのコンセプトですので。お師匠様も飲んでるじゃないですか。え？私飲んでないけど。え？でもほら、本当に飲んでないんだけど。それより春から夕食食べた？え？食べてないですよ。冗談ですよね。こんな時に冗談言わないからね。え、はい。ベルゼブブってハエだよね。はい、ハエの王と呼ばれているくらいですから。もしかしてだけど。まさかただの小汚いハエですって。馬の糞にたかるような下等な生物ですよ。そんな身の毛もよらず魔族なんかじゃ。誰が下等生物じゃと。お師匠様、変な声真似やめてくださいよ。私何も言ってないよ。だったら今の声は。わらわじゃ。わらわの名はベルゼブブじゃ。下等な生物で悪かったの。下等な生物というのは言葉のあやです。誇りのような私が大いなる存在のベルゼブブ様にそのようなことを申すつもりは。その誇りを追いかけるためにここまで来たのじゃがの。あなた最初からこの家に潜んでたんだね。無論じゃ。こやつがここへ来た頃から邪魔していた。なんですぐに顔を出さなかったの？こやつが本当にハルカラ本人か確かめようと思ってな。それにハエの姿で家の中を飛び回る。これぞわらわの長期休暇の過ごし方なのじゃ。いや、独特すぎない？ハルカラよ、探すのに手間取ったぞ。しかしそれだけの価値はあるからの。助けてください。何でもしますから。うん、何でもしてくれるのか。そう聞いたぞ。弟子とのやりとりは師匠を通してもらえますかね。お師匠様。高原の魔女よ、わらわの邪魔をするというのか。弟子はあなたに会いたくないようですから、帰っていただけませんか。帰れと言われると帰りたくなくなるのが佐賀ではないかの。それともわらわと一戦交えるというのか。ちょうど良いわ。長らく戦っておらぬから腕もなまっておった。正々堂々やりましょう。望むところじゃ。わらわもそこへ行くかの。
いいか、人間ごときがわらわに逆らったことを後悔するがいい。上級魔族がいかに恐ろしい力を持っているか。あ、結界。お主、正々堂々とやるって言ったではないか。なんじゃあれは。あ、その外側に出るときにも効果を持つとは思わなかったっていうか、ごめんなさい。謝って済むか。まったく今日がそがれたではないか。勝負じゃ。あの、疲弊してません。何のこれくらい。気分が悪い。あと急な寒気とちょっと吐き気もある。もうダメじゃ。おーっとっと、ハルカラ、手伝って。お師匠様、何を。回復魔法を作る。え、大地の神よ、混沌たるその力は善も悪も未だ分かたれておらぬ。その力を我に貸し与えよって、ね、回復魔法って魔族にかけて大丈夫かな。え、多分大丈夫かと。分かった、ダメだったらハルカラのせいで。責任重すぎますよ。顔色が少し良くなりました。よし、これを繰り返すよ。お師匠様、目を覚ましました。ベルゼブブ、大丈夫。うむ、吐き気は収まってきよったの。おかんもせぬ。よかった。じゃあ、あとは安静にしといてください。高原の魔女よ、卑怯な奴と思っておったが、なかなか立派な女ではないか。こんな死なれ方したら、今後何百年も悔いが残るでしょ。回復したら、また栄養士を飲みたいの。いや、飲んだらまた死にそうになるじゃん。何のことじゃ。飲んだら高熱を出して死にかけた、なんて話を聞いたんですが。ああ。徹夜作業中に飲んだらやる気がみなぎっての。勢い余って働きすぎて、その後に熱を出したりしたが、それは体に負担をかけたせいじゃ。え？お主の栄養士は、魔王様をはじめ、魔族の中でも評判じゃぞ。だからもう一度作ってもらおうと頼みに来たんじゃ。そうだったんですか。なんだ、よかった。おい。ごめんなさい。いただきます。でも誤解で安心しました。また粗相をしてしまいました。まあ無駄に戦うことにならなくてよかったよ。よかったね、ハルカラさん。これでまた栄養士も作れる。あ、そのことですが、私こっちの州に工場を移転させようと思って。こっちに移す？なんで。だって誤解だったとはいえ、一度は私を見放した地元に莫大な税金を払いたくないですし。リアル。それとこっちで暮らせばお師匠様と一緒にいられますし。まあ部屋はまだあるし、いてもいいけど。食事とか掃除とかは当番制だよ。はい、しっかりと働きますから。なんじゃか楽しそうじゃの。ベルゼブブ、なんであなたがいるの。高原の魔女アズサよ、お主との決着自体はついておらぬ。次は結界なしで勝負じゃ。はあ。無論他にも何か面白そうなことがあれば呼ぶのじゃ。後でわらわを呼び出す魔法を教えてやる。はい。ベルゼブブさん、お茶をどうぞ。うむ。ベルゼブブさん、聞いていい？ん？何でも聞くがいい。魔族の社会は今はどうなってる？この数百年同じ王朝が続いておる。平和にやっておるぞ。結婚してるの？変なことを聞くでない。ああいうのは老いるのが早い種族がするものじゃろう。のこの娘二人のうちどちらかを幼女に迎えたいのじゃが。名誉なことですがお断りします。ベルゼブブさん、普段は何をして生活している？ハエで生活してるの？それはじゃな。賑やかになりましたね。ドラゴン、精霊、エルフ、それに魔族か。寄せ集めだけど家族っぽくなっちゃった。
かも。賑やかな中にゆっくりとした時間が流れる。そんな私のスローライフが永遠に続く。そう思い始めたのに、問題は翌日起こった。実家に帰らせていただきます。家族崩壊！